はいえー、はい、こんにちは、こんばんは、えー、おはようございます。えっと、はい、ケームステーション、えー、ゲームステーションスタッフの球団役のよりたてです。よろしくお願いします。えっと、本日は、えっと、第37回 V 新歩、抗体就職法の最前線、ADC、えー、製造の基盤技術にご登録、ご視聴いただき、誠にありがとうございます。 いつも通りですが、スライド共有させていただきまして、本シンポジウムの趣旨を説明させていただきます。本シンポジウム、も第37回になりましたけども、Chem ステーション、ご存知の通り、公開技術1万以上の大きな日本最大の科学ポータルサイトとなっています。 ケミステーション主催の v シンポも今回で37回となりました。えっと、今回の v シンポはえっは、と、味の素株式会社の協賛、えー、と単独協賛ということになっておりまして、えー、特にその味の素の、えっと、中の、えー、味の素バイオファーマサービスという、えー、っと部署の協賛、えー、ということになっております。えっとまあ、この ですねあの直接、えー、スラック等々で連絡をいただきまして、えー、とこのような形になったんですけれども、えーはいあの、このような協賛の機会というのも、今後、えーとですねまあ、ちらほらといくつかの企業さんから、えー、お声をかけさせていただいていることがありますので、ぜひ興味のある、えー、企業の方は、えー、とご連絡いただければというふうに思っております。 簡単にモデレーターの紹介ですけども、大阪医科薬科大学の安田先生と、今、ノバルティスでメディシナルケミストとして働いている、ケミストスタッフの神田譲君の2人でやっていきます。今回の v シンポなんですけども、さまざまなテーマを取り上げてきた v シンポで2020年からやっておりますけども、 今年2023年に入りまして、ハイブリッドの光科学最前線がありまして、まあ、第2回目と2023年の2回目ということになります。えーとまあ、直近ですね。えっ、ー、と 近い V 進歩ポで、えー、まあ、ノーベル賞が出てからですね、第34回のクリックケミストリーの、えー、V 進歩まあ、ただ35回はあのクリックではないんですけども、あのベルトッチ勝手にお祝い V 進歩みたいなことで、えー、っと最先端塗化学をえー、っと開催しました。えー、で第37回今回ですね、公開制、えー、就職交代就職法の最前線ということ。 でえっとまあ、抗体就職に使われる生体直行反応、バイオコンジュゲーション反応というのを、まあ、主に取り扱いまして、まあ、中でもその、えー、抗体就職をして、えー、ADC、えー・抗体薬物複合体の、えーまあごまあ、超合成、製造だったりっていうのに、えー、っと携われている、えー、先生方を、えー、中心にお呼びいたしました。 あのえーまあ、詳細な反応の話などは、えっと、ここでは特に話しませんが、えっとまあ、記事の方にも、えっと、生体直行反応のことだったり、ケムステでもたくさん取り上げていますので、えっとまあ、反応に関して、まああのそうですね、基本的な知識や興味ある方は、ぜひケムステのページをご覧になっていただければと思います。え毎回のことですが、えっと、配信に関する注意事項を述べさせていただきます。 えー、この配信は Zoom ベースの YouTube ライブ配信です、えーと。講演したの発表と,はは、えー、と配信に5秒程度の遅延がありますのでご了承ください。えー、で今回ですね、いつもと違いまして、えーと、発表の後に質疑応答時間をすぐには設けずに、す、え、べ、ー、ての発表が終わった後に質疑応答、ラウンドテーブルディスカッションという形で、えー、と全員参加型で、えー、ディスカッションの時間を設けさせていただきます。 ですが、えっと、質問自体はいつも通りえっり、と、どのタイミングでも構いませんので、えー、質問コメントを YouTube の、えー、チャット欄に随時書き込んでいただければと思います。最後に、えっと、臨機応変に取り上げようと考えてみます。で質疑応答で、えー、とそのファシリテーターモデーターがピックアップして講演者に質問させていただきます。また調査権などの関係もあり講演の録画、えー、や音声の記録は、えー 固くお断りいたします。どうぞよろしくお願いいたします。えー、それでは、えっと、本シンポジウムの講師の先生方の紹介に、えー、移らせていただきます。大丈夫ですね。はい、ありがとうございます。それでは、えっと、まず1人目の発表者、佐藤先生、どうぞよろしくお願いします。あよろしくお願いします。東北大学再建の佐藤真一です。本日はよろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いします。 次、土釜先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あえー、テキサス大学の土釜教授と申します。えー、このような、えー、形でのシンポジウム発表、初めてでちょっと緊張しているんですけれども、どうか、皆さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では、最後に、えーと、松田さん、よろしくお願いします。はい、味の素の松田と申しますあの。ラウンドテーブルディスカッションも含めて楽しみにしております。よろしくお願いいたします。 どうぞよろししくお願いします、えっとえっと、今回のシンポジウムですね、鈴、え、川、っと、先生、テキサスから、えっと、松田先生はサンディエゴからで、えっと、モデータの神田、えー、さんはボストンからと、で他は、まあ、日本なんですけど、東北、大阪、九州ということで、<laughs> あのかなり離れたところから、まあ、これも V シンポの強みかなというふうに思いますので、はい、お楽しみいただければと思います。